どうもチームシケダの金子です。今回は映画紹介 YouTuber の酔いどれシネマジャックさんという方とご縁があって、コラボさせていただくことになりまして、とりあえず初めてなんで、リモートで、まあ、好きな映画とかお互い流れで話そうかみたいな感じでやらせていただいたんですけど、まあ、結構、まあ、聞いていただくともう映画どころか結構もう節目で話そうかなと思ってた昔話とかあんまり話さないような、話なんかもちょっといろいろ盛り上がって、とにかく2時間ぐらいになっちゃったんで4本に分割して、奇数回を、あちら方で偶数回を僕の方で、なのでパート1の方はもうすでにアップされてますので、よかったらチャンネルページとか概要欄のリンクより酔いどれさんの方の、チャンネル登録も合わせてぜひお願いします。結構ね自分でも珍しくもういろんな話映画どころかね結構節目で話そうかなと思ってた昔話なんかもちょっとしちゃったりとか、してすごく盛り上がって、楽しい回になってると思いますので、よかったら作業のお供に、倍速でもいいんで、ぜひ最初からよかったら聞いてください。それではパート2です、どうぞ。カメラもそうで、やっぱり、まあ、iPhone とかすごくいいじゃないですか。僕は前言ったみたいに8で止まってる口なんだけど、僕も中身側が8なんで、SE なんで。で、まあ、ポートレートモードって僕8の時代の時はないんだけど、今からポートレートモードとか言って後ろぼかしとかあるじゃないですか。あれなんかで量販店とかで撮ってみると、結構物撮りとかだと、あれこれでいいじゃんとか思うものの、じゃあカメラいらないかって言ったら、いやいやって言うね。やっぱカメラで撮りたいじゃんってあるし、レンズ交換したいじゃんって僕はありますね。もう間違いなく、あるある。いやでも同じことなのかなと思いますね。そういう体験をした世代、僕もそうですけど、そういう世代なんかは一部はそういう方にやっぱり流れて少数は残ると思うんですけど、はい、まあ、でも大半はもうスマートフォン、もっともっともう性能差がもっと本当になくなってきて、基本スマートフォンだよねみたいなになるのかなと思いますね。まあ、確かに、確かに。でも今若い人がフィルムとかやったりだとか出てきてるじゃないですか。でそうですね、それもちょっとまあ一過性かなと思いますけどね。フィルムじゃないです、もうオールド古いデジカメになってるんです。フィルムが高いから、あコストがかかりすぎて、ちょっと前ですね、フィルムとかオールドレンズがちょっと流行ったのでちょっと前で、もう今もうそういうお金すらそういうのすらなくなってきて、古いデジカメが安くて、それもちょっと高騰してるんですよ。中古ちょっと上がってるんですよ。まあだからそう、まあまあいろいろこう若い人は若い人でやっぱりこういろんなこう感性とかアンテナの進むスピードとか方向性みたいなのがどん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 速くなる、スピードも速いし、あっちこっち行くんで、ちょっともう追い切れないですけどね、正直ね。ちょっとやっぱり思った以上にやっぱり世代間ギャップって生まれてると思ってて、僕もちょっと杉浦さん寄りなんで、世代的にはギリ、中間とも言えないかな、もうちょっとギリ中間ぐらい、今の若い世代 Z 世代で、 Z 世代とかあんま言いたくないんですけど、はい、Z 世代とか中間なんで、結構ねやっぱ話してるとやっぱりね、すごくギャップはあります。思った以上にギャップがあって、僕と杉浦さんとの世代一応あるじゃないですか、世代のあれが以上にやっぱりギャップがあると思う。あ、そうなんと思います。上の世代はやっぱエモーショナルなんですよ、結構なんでもノスタルジックだしエモーショナルなんですけど、やっぱ下の世代の子たちはやっぱり、まあ別にいいとか悪いじゃないと一応言っておきますけど、ドライだと思います、それがいいとか悪いじゃないですけど、ね、だけど一方でね、エモいって言葉が流行ったじゃないですか、まあ、これちょっと一昔前かもしれないけど、あれってでも 若い人の言葉でしょ、エモいって、ね、かな僕の世代ぐらいかな、もうなんかそれ言う、わかんない、ちょっと聞いて、ちょっとわかんないですけど、もうちょっと言うと おっさん臭いなくなっちゃうかなって、あんまり俺言わないようにしてるんですけど、ちょっとそうなんですよ。あ、そうなんですよ。もう僕の中ではエモいスタンダードになっちゃってるんだけど、そうなんですよ。もう気にもしないし、あんまり言わないように、そう、つい言っちゃうんですよ。僕も言っちゃいますよ。言っちゃう、ついちょっと気をつけてるんですけど、そうですね。そう、大変ですよ。もう絵文字使うとおっさんくさいとか、もう何してももう本当もう。僕ね、もうそうあったじゃないですか。でも僕ね、もうそのあたりから気にしないことにした。例えば、LINE で句読点打つとか、いろいろあるんだけど、もういいじゃんみたいな。そこはね、そこは僕も、あんまり、もうほどほどに、まあでも、とはいえね、ちょっと、少しでも、
気持ちだけは若くいたいなみたいな、もうどんどん進みが早いんで。カクさんおいくつなんですか？僕もう来年で40なんですけど。まあ若いじゃないですか。いやいやいや、よく言われて、だからそう、だから結構世代が感覚近いんですよ、まあまあね、いや結構やっぱりでも言うても上の方世代の方の方が僕は感覚近いんですよ、正直やっぱり。あ、そうなんだ。だからどん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 ついていけなくなっちゃって嫌で、 TikTok もねちょっと嫌だけどちょっと一応触れとこうぐらいの感じでやっぱりやり始めましたし、40だと20歳そこそこぐらいの時に SNS の黎明期とかそんな感じでしたっけ？そうですね、ミクシーとかの世代、ミクシーとかが始まって、高校生でミクシーとかでしたね、はい、グリーとか知ってます？グリーって、ね、ああそうですね、それがまあ昔 Facebook みたいな、高校大学ぐらいでそんな感じでしたね、うん、もう当時若ぶって SNS を割と早めに始めた。ああの友達の一番若い世代がまだ20代だったんで、僕は30代で、であれ招待制だったんですよ、はい、でグリーの招待状送ってくれよとか言って、嫌な親父だよね。グリーは僕そのゲームもあんまやらなかったんで、まあ、ミクシーで、はいはい、や、まあ、ミクシーもその僕 SNS が当時からあんま好きじゃなくて、あの、はいはい、だからツイッターの初期の世代じゃないですか僕。ツイッターができたぐらいの頃がやっぱり、でそのちょい後にインスタグラム出てみたいな、うんですかね。なので、だから早いですよね。さっき話してましたけど、僕よりインスタ始めたの早いじゃないですか、杉浦さん。だから、杉浦さんの方がむしろ敏感なのかなって思いますけどね、そういうの。iPhone でしょうね。だから、iPhone って僕初代から持ったんで、iPhone3G から。から iPhone の影響だと思う。だから iPhone になるともう、アプリ、ね、モバイルアプリの世界になってくるから、うん、やっぱり最新っていうか、そうそう、あ、インスタっていうのがあるんだ、みたいなところは、あるかもしれないです。だからインスタは本当に黎明期で、まだ Facebook の傘下でも何でもなくて、うん、まあ、来週される前ですね。うん、Twitter も独立系でしたけど、うん、むしろ Twitter よりもあれかな、なんか。ただ YouTube は全然使い物にならなくて、当時。ああ、うん、ネットがね、うん。そうそうそう。一応当時、Apple のね、アイコンの時にあの、古いテレビの、こうなんかこう、イラスト化したみたいなアイコンが、YouTube のアイコンだったんですよ。あ、そうなんだ。あのアプリ上のね。だけど全然テレビみたいに動かねえじゃねえかみたいな感じだったのが、もう今やね、完全にもうテレビを凌駕しちゃってる世界になってますよね。僕がこんな配信にやるようになるなんて夢にも思わなかったし。ああ、うん。僕はだから大学の時にニコニコ動画全盛期だったんで、まあ、YouTube よりもやっぱりニコニコ動画の方が多分人気あった時代。あ、そうでしたっけ。そうですそうです、ニコ動ね、こうやって字がね、そうですそうですそうです、流れていくね。そうです、だから本当 YouTube は本当にまあ海外の人が見る、まあなんかそんなにただ動画を見るためだけのものなんで、やっぱニコ動の方が多分日本では人気あったんじゃないですか、まあ、少なくとも若者の間では人気あったんじゃないですかね。僕チャンネル始めた頃はね、今でも残ってるけどニコ動に上げてたんですよ。ああ、まあまあ、全く同じやつね、そうそうそう、受けなかったけど、誰この人とか流れてきて、誰この人、あ、そう流れてくるだけいいじゃないですか、そうなんだね。なるほどね。っていう感じですかね。なんか本当世代間の話になっちゃってね、全然いいで面白いんですけど、あのそう申し訳ない、なんか映画のチャンネルなのに申し訳ないなっていう、その、いや僕はあんまりいいんですけど、あのこだわってないっていうか、あ、そうですか、うん、だって映画ってそもそも裾野が広いのが映画だったりするじゃないですか、いろんなカルチャーともつながってるし、あ、まあね、うん、で僕のチャンネルって割と僕が好きなこと喋ってるんですよ、解説でもなんでもなくて、だから解説じゃないんですよ、僕の解釈なんで。あ、だから僕の場合スタンスとしてはこれは本当にもうチャンネル始めた頃から実はそうなんですけど、映画の話をきっかけに自分語りするっていう気持ち悪いチャンネルなんですよ本当はね。いやでも、いや正直、まあ、みんなそういうの乗っけてるんですよ、好きな映画って自分を乗っけてるんで、まあ、自然的にそうなりますよね。そうっすよね、だって感情移入するのが映画なんだから、うん、だからそういうスタンスでいかないとなんか面白くないし、あとはもうそうしないと、例えばほらこう映画語る方ってそれやっぱいると思うんですよ、それなりに。そうしないともう差別化できないですよね結局。そう、差別化できないっすよね多分ね。まあただ今ねほら満単位で、それでも僕が始めた後も僕本当になんか亀みたいにゆっくりやってるんであれなんですけど、僕が後始めた人でももう何十万人とかね、まあ知り合いでもそういう人いるし、あるいはその映画の業界の中からデビューやってる人もいたりとかするじゃないですか。で、ああいう人は割ときちきちっと解説めいたことをやっていてね。だから、で、そういうものをやっぱり期待してみる人も
いるんですよ。でもしかしたらね、映画で数いこうと思うとそっちの方がいいのかもしれないですけど、まあ僕はあんまり楽しくないし、それってなんか、そうすると結構専業の人に勝てないんでね、知識量とか言語、まあ言語化はまあまあちょっとあれですけど、そういうのでいくとちょっと勝負できないんで、はっきり言って、だけどそもそも映画って自由だし、業界の人がうんちく含めてね、なんかある意味正しい裏付けのあることを言ってることが必ずしもね、その映画を楽しむスタンスとして、うん、その人にとってでしてもちろんその人にとってベストかどうかっていうのは、うん、僕は結構疑わしいと思っていて、うん、例えば僕よくねチャンネル作った頃ね、よく炎上っていうかその揶揄されたりするんだけど、よく多かったのは、いやそれって監督は記者会見で違うことを言ってましたよとか、で僕も一時バトったんだけどどうバトったかって言ったら関係ないって話をしてるんですよ。だから監督は記者会見に引っ張り出されて、うん、インタビューに答えるっていうところはそこにはもう配給会社とか制作会社の利害が絡んでるから、うん、お客さんを動員する方向性で物事を喋らなきゃいけないと、作った本人でもバイアスがかかるよ、うんうん、それを真に受けてるお前の視野は狭いって話で僕ガクガクやったんでそれは燃えるわそうですね、なるほどね。あ、まあ、正直なんか監督のインタビューっていうのも、まあ、インタビュアーの腕もあるんでしょうけど、なんかねその聞き方が下手だと答えを求めようとするっていうかね、露骨にね、なんかうまくねこうヒントを引っ張り出すっていうか、そういうぐらいのニュアンスで聞いて書いてくれるような記事あんまないですけど、いうようなのが僕、まあ、そのやってた役者やってた時は結構インタビューをよく見てたんですよ。やっぱり監督の考え方とかやっぱ知りたいとか好きな映画のねだったんですけど、やっぱり、うん、面白いのは露骨に答えをどうこうっていうよりは、そうだからコメンタリーとか好きでしたね。 DVD 特典のブルーレイとかの監督のコメンタリーとか照明技師さんのコメンタリーとか、そういうのがやっぱ面白かったかな。役者とか、だけど映画ってやっぱりお金出す人がいてね、で脚本書く人がいて、監督やる人がいて、で演じる人がいてね、まあ、はい、たまたまそれを一人の人がやるっていうケースもあるにはあるけど、はい、でもなんて言うんだろうな、結局いろんな人が寄ってたがって作ってるので、例えば監督にしてもですよ、自分が本当はこういうものを作りたいんだって最初にイメージがあるってことじゃないですか。それが 100% 結実する映画なんてまあまあないと思ってるんですよ僕、まあ、仮にそれが後に評価されるもんであっても、なかなかない、うん、で結構ねじれたんだけど、ねじれた結果良かったじゃんみたいな。で最初クソ、ね、自分でも作った自分でもクソだと思ったんだけど、うん、開けてみたら大ヒットして、そうね、すごいですねって言われたら、いやそうなんですよ、いろいろ考えとかあって、なんか自分の中で作った後に作ってきてる世界観も多分あると思うんだよね。そう、うん、だってブレードランナーとかってハリソン・フォードすごく超嫌いだったんでしょ、ね、そうブレードランナーで、僕ブレードランナーの話を、ね、今ちょっと話しつなげたいなと思い始めて、はい、ちょうど出してくれてよかったんですけど、ああ本当ですか。要するにリック・デッカードってハリソン・フォードがやった主人公はブレードランナーなのかっていう議論があるじゃないですか、うん、あるんですよ。であれって脚本家と監督のリロリー・スコットの意見って分かれてるんですよね、うん、脚本家はリック・デッカードをブレードランナーにする意図なんかないっていうし、監督のねリロリー・スコットはいや実はみたいなね、その意図はあったようなことを言った。でそれきっかけはインタビューで、インタビュアーにそう聞かれて思ったらしいです。この切り口面白いなと思って、うん、要するに売れることを考えたんだよね。そうね、売れることを考えて、それ話題性になるから、それも ありえるよねっていうのをほのめかした方が、うん、マスコミの上で話題になるんじゃないかなっていう、多分、うん、リドリー・スコットは多分頭の回転があれして、突発的にそういうアイデアが後で生まれたんじゃないかなって思ったりもするし、うん、そうすると、もはや監督がインタビューで喋ってることが、果たして正しいかなんて、誰にも分かんない。なんか時間が経って結構古い名作で監督生きててっていう後で聞いたら結構違ったりとか、どっちが本当なんだろうみたいな、あの時は言わざるをそのいろんな事情で、あと気が変わったのかとか、あと忘れてる人もいますからね、結構自分でどう考えたかめっちゃ忘れてる人もいますから、正直だって何十本で撮る人もいるわけじゃない、ちょっと幻想崩しちゃって申し訳ないですけど、ぶっちゃけそんなもんですからね、結構そうですよね。そうですよあとは多分帰りの初めてねお会いした時の帰りの電車で話してたと思うんですけど、地獄の黙示録お好きなんですよね。ね、はい、ですよね。あれだってもう全然ひどいじゃないですか。あれに感動した人っていうか、なんかうわーっと思った人はあまりメイキングとか裏話とか聞かない方がいいと思うんですけど、
グダグダなわけじゃないですか。僕は見てないんですよ。あのハートオブダークネスだね。まあ要は簡単に言うと有名な話ですけど、グダグダなわけですよ。主演のあのゴッドファーザーの何でしたっけ、あのゴッドマーロンブランド。マーロンブランドがそれっぽく見えるけど、あれただもうちょっとちゃんとしたあのあんなデブのあれじゃなくて、ちゃんとしたあれの予定だったのか現状できなかったのか。それがグダグダできて、でしかも体調不良になって、最後結構スペクタクルシーンで終わるはずが、もうそれをやる体力がないから。ああいうちょっと哲学的なシーンになったってあるじゃないですか。そう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 、それで名作とされてるのもあるし、これはちょっと違いますけど、ミッションインポッシブルの多分フォールアウトだと思うんだよな、フォールアウト、あの最初が俺的に一番最初がピークの絵、あのやつ、あの最初すぐあのぶっ飛ばされそうで、多分これが一番ぶっちゃけ全部見ると面白いんだけど、あの一番最初が一番面白かったかなみたいなぐらいのあれなんですけど、一番やばいアクションがつかみであって、あそこが一番印象残るなみたいな感じなんですけど、あれもあのコメンタリーとか聞くと、いろんな事情で脚本できないままスタートして、とりあえず結末だけ取ってそこにつなげるためにどうしようみたいな感じでやって、最後一部結局撮り直してお蔵入りになっちゃった役者さんとかいて謝ったんだよみたいな、ちょっとごめんっつって。そうなんだ。そう、でも面白いわけですよ、普通に。面白いですよね、めちゃくちゃ。まあもちろんね、予算とかね、あの環境、あのもちろんスタッフの腕がいいとかそういうのももちろんあるにしても、えこんなんでいいんだみたいな、僕もそれを聞いたりとか、そういう話を聞いて、やっぱり自分でダメだから陶芸家みたいに自分でぶっ壊すんじゃなくて、とりあえず完成させることが大事だなと思って、作品ってもうなんか自分がダメ納得いかなくてもなんか分かんないし、何が起こるか分かんないから、とりあえず完成させることって大事だなと思って。そうっすよね、だってあの話元に戻るかもしれないですけど、香港映画ね、香港映画って昔は脚本自体なかったって話です。あ、まあそうです。脚本落とし込むと盗まれちゃうから。脚本っていうか、あれめちゃくちゃじゃないですか。あの頃のって、あの、なんていうか、男たちのバンカーとか見ました?見ました、もちろん。あれも、あの頃のあれに限らず、なんか人気のあるキャラを死んだのに、一回死んだの、まあ、日本の古いドラマとかもそうですけど、死んだのに無理やりなんか双子の弟だとかいきなり出して復活させるとか、ひどいじゃないですか、あれ。そんなのあるかみたいな。超ユーファ出すために、ね、それをさせても面白いのがすごいですけどね。そこが超ノイズになるんですけど、でもすげえ主演がハゲてても面白いとか、そう、いいじゃないですか。あの中盤、あれクライマックスじゃないんだよね。一作目の中盤の銃撃戦とかね。もうあれなんか名シーケンスですよね。そうですね。あの植木のところにね、拳銃仕込んどいて、そうですね、あの乗り込んでいくあのやつとか、だから一個一個のギミックっていうか、なんかそういうところで勝負してるっていうか、香港映画って。でもそれが一大なんかこう、ね、香港映画っていうなんかスタイルになっちゃうんだもんね。ね、ノリもバカになんないなっていうのあるんですよ、やっぱ。そうですよね。ノリと勢いっていうか、ほんと、あの、なんか、今、ほら、いろいろこう、もう AI とかで脚本書けるじゃないですか。もう AI がのセオリーみたいな世にいっぱい出てるから、あのハリウッドのね、僕も読みましたよ、脚本の勉強とかしてたんで、読みました、そのハリウッドのなんかメソッドみたいな。まあまあそれは大事なんですけど、そんなの古虫で、あのノリでやってるのがあるんだから、まあそういう方も大事だけど、もう一冊ぐらいにしといて、そんなのばっかり出たら可能性狭めるだろうみたいな。もうみんな固定観念であれやっちゃって、あのウィシャウスキー兄弟とか、あんなもう超ノリじゃないですか、あんなのクソノリじゃないですか。俺ね、一作見たときほんとすげえなと思って、あの世界観感から何からね。あの監督とかは、あの他の作品とか見てもそうなんですけど、いいも悪いもあるんですけど、共通してるのは、もう、なんかね、僕も実は結構映画とか作ってたときとか、そういうタイプだったんですけど、あの、あ作ることもしてたんですか？作ること、あ、そう、だからカメラ、そうなんですよ。あ、そうか、そうか。やりたいシーン、なんかやりたいギミックじゃないけど、なんかやりたいシーンとか世界観があるんですよ、まずとりあえず、ふわっと。このシーンやりたい、こういうシーンやりたい。なんか1対1でこう、なんか、西部劇のオマージュじゃないけど、1対1でとりあえず打ち合って、あのヒートのラストみたいな感じでこうやるみたいなのとりあえずやりたいと。で、それ逆算して、それやるためにはどうすればいいかなみたいな、で考える。でもそれが最優先みたいな。が、いうような感覚、ノリの感覚、監督だと思うんですよ。だから、あんまり深いこと実は考えてないです。あ、そうなんだ。だからマトリックスとかは、ああいうバーチャルのあの管で繋がれたあのビジュアルの感じが多分やりたくて、ああいう、あの、アクションシーンとかもめちゃくちゃじゃないか、トリニティがこうやるとか、
止まってぐるぐる回るとか、あのこの有名なあの棒にまたがって通過、あれはリロード。じゃあむしろね、広角機動隊とかあの辺の影響だとかするの？あれはだから、あのエッセンスが入った広角機動隊ちゃんと作られてるんで、あれは本当骨太のちゃんとこう中身もちゃんとある。ああ、そうですね。そのウォシャウスキー兄弟はね、要するに広角機動隊をまあある意味イメージ的にこう、あ、その要素、それこれいいじゃんみたいな、あのコスチュームとかもあれ、あれのセンスがいいんですよ。だからビジュアルのノリのセンスがすごく良くて、あれを成立させるために世界観とかもなんか良くねみたいな、あれむちゃくちゃなんですよ。細かいこと言うとツッコミどころいっぱいなんだけど、まあとりあえずでもこのかっこいいのをやれればああいうのが良くねみたいな、もう銃をこう止まってバン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 、これがやりたいから他逆算して、や、多分そうなんです。インタビューとか聞いてたりとか他の作品とか見て、これにマッチする理屈を後付けしてるんだ。そうそう、なんかブックでしたっけ、あのなんか放題クソ出せんですけど、ブックって映画わかります？あのほら、世界崩壊後の世界で、あの聖書、あ、ネタバレになっちゃうけど、聖書をこう求めて、見てないかもしれません。あ、本当ですか。あ、まあ僕はそこそこ好きなんですけど、片方か兄弟か忘れました、片方がどっちか、なんか片方プロデューサーか片方監督か分かんないですけど、そういう形式か分かんない、忘れましたけど、それもあのもう世界面白そうなんですよ。設定見て面白そうじゃないですか。世界崩壊後の世界で何かをこうなんかその旅をするみたいな、その予告編とかビジュアル見てもただ砂漠を一人の男がなんか歩いてるみたいな、あの、うん、マッドマックスの上位互換みたいな感じがするんですよ、予告編だけ見るとね。予告編だけ見るとでも始まってみるとなんかめちゃくちゃなんかノリすごい、ツッコミどころ満載で、トータルビジュアルはかっこいいんですよ。多分この砂漠を一人で崩壊後歩いてる感じ、あと崩壊後の世界なんで、あのほらウェットティッシュみたいな超貴重品なんですよ、はいはい、そういうのをこうそーっと出してこうやるとか、そういうのがやりたかったんだろうな、やりたかったんだろうな、そういうのがやりたかったんだろうな、分かるんですよ、これがやりたかったんだろうなみたいな。ういう嫌いじゃないですよ、その、はいはい、あと何も考えてねえな。だから結構あんまり賛否両論、あの兄弟のやつはだからそれがうまくはまると、ビジュアルがうまく、そういうのがはまると、いや評価されるし、それがハマらないとクソだと結構ひどいだろうみたいな。そうなんだ。まあそういう意味では処女作っていうか、最初の作品の方がうまくいきやすいよね、ネタの方向だから、うん、だからマトリックスなんかもあの後でうまく整合性がつかなくなったんでしょうね、うん、だん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 ちょっと勢い薄れて、正直あの勢い薄れていったじゃないですか。パート3ね、パート3は俺ダメだなと思ったんですよ。いや、そういう人多いですよ、そういう人多いですよ。なんじゃこりゃみたいな。だってあのパート2まではすごく良かったけど、現実世界が多めになっちゃったじゃないですか。そうでなんかね、うん、あとストーリーもよくなんか風呂敷、あの後期の浦沢直樹みたいな感じで風呂敷広げたはいいけど、最後畳めなくなってるみたいな、結局何だったのみたいな、なんか最後なんか普通のつぶれ屋の特撮映画みたいになっちゃって、なんかね、うん、ワンでまあ、あれはね、続くか分からなかったから、どっちともいいように一応一旦蹴りつけたみたいな感じでやったんでしょうけど、でもあのトリニティとね、ネオもあの感じでさ、なんかパート1と2何だったんだよみたいな、いやいやいや、あの心臓もみもみまでシャウにお前何だったんだよみたいなね、うん、最初の時はやっぱり勢いもあったから、あのなんていうんですか、あのノリだけどアイデアもいっぱい出てたんですよね。俺実はランすごい好きなんです、あれ結構中も意外とウィシャウスキー兄弟の結構深くて珍しくて、あの裏切り者出るじゃないですか、あのあれのあれのシーンが僕結構すごい一番印象残ってて、あれが一番マトリックスの中で深いと思ってて、全部 3つの中で、あのほらそのエージェントにまたあの管つないで幻想に戻してもらえるんだろうなみたいな、そう交換条件でね、またもうこの現実をもう現実逃避したいみたいな、あれが俺らの気持ちだなみたいな、あれがこっちのなんかかけ離れた SF の世界観をぐっとなんか近づけてくれるようなシーンだなみたいな、何も俯瞰してリアルな現実を見ることだけがねハッピーじゃないっていう中で、あえてネオはそこを切り開いていくっていうね、そうそうそう、人間の心の弱さを象徴してるじゃないですか。そうだから あれは美少女兄弟なのにすげえ深いなみたいなあれが続けばよかったんですけど、なんか 2,3 そういうのが全くなくなっちゃって、細かいアイディアを保管してくれるスタッフとかいたのかもしれないよね、もしかしたら、ね、そうかもしれないし、なんかフレッシュなうちはノリでも結構深いことで、これもよくない、こういうの入れると深くならないみたいな、そういうノリで出ることあるんで、フレッシュなうちはそういうのがあるかもしれない、ネタがあるうちはね、ストックがある、そう、ね、なんか相乗効果でどん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 ノリでやってるんだけど、意外と結果深いことも結構言って、いいじゃんいいじゃんみたいな、深いみたいな、もうパート2であのアクトモーフィアスが日本刀出した時にはもう俺この映画好きってなったもんね。あ、そうそうそう、あれも福
深い意味なくて、あれがやりたいだけでしょ。だからあのバーチャルの世界だったら何でもありじゃないですか。ありだからね。うん、だぴったりだったんですよ。やりたいこととそういうのが。やりたいことね。すごい、そのね、セッティングが。それがハマるといいし、それがダメだと、まあ、ってなっちゃうような。コメント、高評価、チャンネル登録よろしくピカ。再生リストから作品とかも見てほしいピカ。